昨年の夏に開催された新潟で行ったジュニアオーケストラフェスティバルが一番印象に残っています。私自身日頃他の団体の方と一緒に演奏する機会がなかったので、自分自身のいい刺激になりました。そして MJO の団員の仲もとても深まったと思うので、一番印象に残っています。ここに来ていろんな大人の方が本番のたびに準備や片付けなどの手伝いをしてくださっているところを見て、すごい MJO はいろんな方に恵まれた、環境に恵まれた団体だなっていうのを感じています。結団20周年として市役所で訪問演奏をした時に、当時はセカンドバイオリンでアイネ・クライネをハトムジックを演奏したんですけど、普段やらないような4人で演奏するっていう機会があったので、もうとても勉強になりました。結構年齢の幅が広くて、小学4年生から高校3年生もいるんですけども、僕が入った時はそれこそ全然友達もいなくて、で、まあ、しかも男の子だったので、結構女の子の中で不安だったんですけども、周りの人たちにすごい優しくしてもらえてて、で、僕が逆に今もう年齢大きくなって、で、下の子たちがすごい増えてるんですけども、なんかめっちゃ可愛がったりして、だからすごい年齢のことを全然気にしなくて、同じ楽器をやってるっていうその共通点で仲良くなるっていうのが、すごい変われたことっていうか、なんか良かったなって思ってます。自分は管楽器をやっていて、で、まあ正直管楽器のことしか知らないんですよね。でも他の楽器がいるじゃないですか、オケって。弦楽器だったら例えばボーイングとか、ボーイングによってこう音楽が変わってきたり、フレージングが変わってきたりするんですね。で、そういうのを小さい時から知ることができて、幅が音楽の幅が広がったというか、僕はちょっと親しみやすさを感じていますね。先生方はいつも熱心に、そして丁寧にご指導をしてくださいます。団員もみんな温かくて優しい人ばかりなので、入団したら充実した楽しい時間を過ごせると思います。ぜひ入団お待ちしています。オーケストラでしかできない曲が弾けるのと、周りのレベルが高いので、すごい勉強になるっていうのが、入ってよかったと思うことです。何よりすごく楽しいので、ぜひ入団して一緒に演奏できればと思います。小4から高3まで結構年齢の幅は広いんですけども、みんな和気あいあいとやっていて、で、同じクラシックの曲が大好きということで、とっても楽しみながらでも真剣に演奏することができます。今クラシック曲に興味があったりとか、他の同じような年齢の子たちと一緒に演奏したいって方は、ぜひ入団して一緒に演奏しましょう。まあ他のオーケストラ、ジュニアオーケストラよりも少人数の中でこのコミュニケーションの距離が近くなるというか、伝わりやすいしコミュニケーションが取りやすいっていうのが、メリットかなと思っています。まあなかなかこの中に入っていくっていうのは難しいかなって思うんですけれども、一度飛び込んでみて、みんなと楽しんでみてほしいなって思います。